東レース江戸川第38回新春金杯シリーズ3日目の戦いは第6レース予選競争を迎えています。対戦メンバーです。1号艇東京北山康介、2号艇静岡渥美拓郎、3号艇静岡渡辺裕樹、4号艇東京山田亮太、5号艇東京前澤武史、6号艇東京多田雄介、以上6選手です。陰線1号艇北山康介、高モーターの1つ38号機、回り足に伸びも上向きです。2コースが2号艇の渥美拓郎、3コース3号艇の渡辺裕樹、船を引いていく4コースから1、4号艇の山田亮太、昨日は逃げて白星、スタートも決まっています。5コース5号艇の前澤武史、オール3連帯で現在得点率は第3位、力足を中心に気力は上位です。6コースが6号艇の多田雄介、昨日は逃げて白星、こちらも行き足、出足は良好。スタートまでは10秒切ります。第6レース予選競争です。進入隊形インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。インから1号艇の北山、角から4号艇の山田が好スタートを切っています。レースは1周1マークです。逃げる1号艇の北山、ちょっとバランス崩しています。アウトコースからまくっていく4号艇の山田、内側から5号艇の前澤でバックストレッチです。先頭はまくった4号艇の山田亮太、リードは3艇身、2番手1号艇の北山、3番手が5号艇の前澤、その後ろ2号艇の厚見、6号艇の多田、3号艇渡辺と追走。スターター前提正常です。一緒にマークトップで4号艇の山田が旋回、2番手は5号艇の前澤が先取っていく、3番手1号艇の北山で方面へと折り返しています。5号艇の前澤が2番手に上がっていまして、上位の体型は4番、5番、1番。レースは2周の1マークです。トップで4号艇の山田が旋回、2番手、5号艇の前澤、3番手、1号艇の北山でバックストレッチです。2番手、5号艇の前澤、リードは一定身差がなく、3番手に1号艇の北山が追走。その後ろ離されて2番、6番、3番と続いていまして、レースは2周の2マークです。トップで4号艇の山田が旋回、2番手ですが内側から1号艇の北山が先取っていく、内をついて5号艇前澤の差しで方面取り返しています。2番手は5号艇の前澤、わずかに優勢ですがリードは一定身とわずか、アウトコースから差がなく1号艇の北山並んでいきまして、レースは最終周回に入っています。先頭独走4号艇の山田亮太、最後のバックストレッチへと抜け出しています。2番手は争いは5号艇の前澤が振り切っていく、3番手で1号艇の北山、最後のバックストレッチ。上位の体型は4番、5番、1番、2、3番手の定間4点身と少し広がっています。その後ろ離されて2番、6番と追走で最終コーナー、トップで4号艇の山田が旋回、2番手、5号艇の前澤、3番手、1号艇の北山で方面と折り返していまして、4号1で間もなくゴールを迎えます。先頭4番山田、ゴーリン、5番の前澤、ゴーリン、1番北山、ゴーリン、2番の厚見、6番の多田、3番渡辺、ゴールインです。以上6レース予選競争でした。オートレース江戸川シリーズ最終日、内寄り優勢なレース展開が続いていますが、満周決着も目立っています。水面上迎えたカードは第11レース選抜 A 戦です。対戦メンバーです。1号艇東京北山康介、2号艇東京若林翔、3号艇東京戸塚国吉、4号艇埼玉殿崎悟、5号艇東京山田隆一、6号艇東京渡辺信弘、
以上6選手です。陰線1号艇の北山康介、前半戦は後方から怒涛の追い上げで2着、船出は抜群で準優以外はオール3連単の活躍です。2コース2号艇若林賞、3コース3号艇戸塚国吉、船を引いて4コース角1、4号艇殿崎悟、5コース5号艇山田隆一、6コース6号艇渡辺信弘と決まります。北風が4メートル、川の流れは1マークから2マーク方向の下げ潮が30センチ、ホーム側向かい風向かい潮です。第11レース選抜 A 戦、進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。ダッシュ勢がスリットわずかに覗いています。スタート後ほぼ横一線、レースは1周1マークです。逃げる1号艇の北山、まくっていく3号艇の戸塚、差しは2号艇の若林、内から5号艇の山田でバックストレッチです。先頭は押し切った1号艇の北山、リードは3点進、2番手2号艇の若林、内側から5号艇の山田、アウトコースに3号艇の戸塚、離されて4番6番、スタートは前提正常です。1周2マークトップで1号艇の北山旋回、2番手は内から5号艇の山田が先取る、差しを狙って2号艇の若林で方面と折り返しています。2番手は1コース2号艇の若林がわずかに優勢、アウトコース5号艇の山田、差がなく続いています。内から3号艇の戸塚が定間詰めていきまして、2周の1マークトップで1号艇の北山旋回、2番手は2号艇の若林、3番手5号艇の山田でバックストレッチです。上位の体型は1番2番5番3選手抜け出しています。水が空いて3号艇の戸塚、大きく離されて後ろ4番6番競り合っています。レースは2周の2マークです。トップで1号艇の北山が人気に応えて旋回、2番手2号艇の若林、3番手5号艇の山田でホームへと折り返しています。上位体制変わらず1番2番5番、レースは最終周回です。先頭2番手の定間時計前では4点進、 2,3 番手の定間は2点進ほど開いています。3周1マークの旋回から最後のバックストレッチへと先頭で1号艇の北山康介が抜け出しています。2番手2号艇の若林、少しリードを広げました。3番手が5号艇の山田、体勢変わらず1番2番5番、4番手に3号艇の戸塚、5番手4号艇殿崎、最後方6号艇渡辺と追走で最終コーナーへと向かいます。トップで1号艇の北山クリア、2番手2号艇の若林、3番手5号艇山田でホームへと折り返していまして、体勢変わらず 1,2,5 で間もなくゴールを迎えます。先頭1番北山、2番の若林、5番の山田ゴールイン、3番戸塚、4番の殿崎、6番渡辺ゴールインです。以上第11レース選抜 A 戦でした。今太陽が出てきていますが、雲もたくさんありまして、そして競争水面風向きは今向かい風3メーターほど、気温は3度しかありません。昨日よりもこの時間帯で低い気温となっています。ただいまから予選競争モーニング戦第2レース、メンバーは1号艇東京北山康介、2号艇埼玉須藤博道、3号艇岡山大川茂美、4号艇静岡豊田国康、5号艇福岡浦部和馬、6号艇長崎福本忠春、以上のメンバーです。内から1、2、3、4、5、6、本番では枠なりとなりそうです。1号艇の北山康介、昨日は1走5着でした。2号艇の須藤博道、昨日は前半は大きな着となりましたが、後半はドリームで逆転の格好で1着を取っています。3号艇の大川茂美、3コース引っ張って4号艇の豊田国康、高バランスの高モーター67号機、5コースが5号艇の浦部和馬、
6コース59号機高パワーモーターの6号艇の福本忠治。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第2レース2コース2号艇の須藤が好スタートです。一周一枠の攻防はまず1号艇の北山が逃げていく。2号艇の須藤は2コースから引いて刺した。そして握って回った4号艇後から刺して3号艇の大川です。ここは2コース出し2号艇の須藤博道。スタートは先手正常でした。2コースから差し切った2号艇の須藤、残す1号艇の北山一定周後ろ。3番台4号艇そのインコースに3番です。一周にマーク2号艇の須藤、2番手1号艇の北山、2対1の体型は3艇身2対1です。後方3番台4号艇のトヨタがさばいてきました。レッサーこれから2周目に入ります。2周1マークトップ2号艇の須藤、2番手1号艇の北山、3番手4号艇の豊田と回りまして向こう正面へ。上位の体型は2番、1番、4番です。水が空き3号艇の大川茂美、5号艇の浦部和馬、最後方が6号艇の福本忠治。2周にマーク2号艇の須藤、1号艇の北山、3番手4号艇の豊田とホーム側に移ります。体型は2対14、レースはこれから最終周回です。2コースからトップスタート刺していきました2号艇の須藤です。今日はこの1走昨日からの連勝ゴールとなっていきそうです。3種の1番から向こう上面今トップで抜け出していくところ、1号艇の北山イン残して2番手、そして3番手4コースから握って回って4号艇の豊田、2、1、4です。この組み合わせ3連単のオッズ 8.4 倍を示しています。3号艇の大川が4番手、その後ろ5号艇の浦部、6号艇の福本。最終コーナー2号艇1号艇4号艇とホーム側折り返し、第2レースまもなくゴールを迎えます。先頭2番ゴールイン、1番ゴールイン、4番ゴールイン、3番ゴールイン、5番6番でゴールインです。第2レースの確定は1着2番、2着1番、3着4番以上でした。ファンの皆様おはようございます。ボートレース唐津は6日間にわたってお送りしてきましたモーニングレース朝から唐津ズバッと鍋チャンネル杯、本日はいよいよ優勝戦の最終日を迎えました。昨日の準優勝戦では1号トリオがそれぞれ前半レースで2着を取っていまして、準優勝戦は全員イン逃げよって上位得点率は入れ替わることなく、優勝戦の内枠3センチは1号艇から順に藤岡俊介、中辻隆人、是澤孝弘の3選手となっています。これにスタート校舎高橋秀幸が4号艇にいまして、優勝戦は見どころ満載です。どうぞ最終日ごゆっくりとお楽しみください。それでは朝一戦第1レースです。メンバーは1号艇東京北山康介、2号艇佐賀牧山敦也、3号艇愛知黒野元樹、4号艇佐賀杉山勝政、5号艇長崎福本忠治、6号艇福井溜本智也、以上のメンバーです。内から1、2、3、4、5、6枠なりの待機となっています。1号艇の北山初一着を目指しての引戦、2号艇の牧山昨日は25万周を出しました6コースからの差し、3号艇黒野下げて4号艇杉山、5号艇福本、6コース6号艇の田本。進入はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。
スタートしました。第1レース1号艇と2号艇、あとは6号艇も好スタート。一周一番この攻防はまず1号艇の北山がインから逃げていく、そして3号艇6号艇2人で握って回し合っていく。向こう上面2番4番が差し、先頭は1号艇の北山です。スタートは前提正常でした。速攻を仕切って独走の1号艇の北山です。そして2番手は3号艇の黒野の少し前に出てきました。それに3艇4艇が詰めていく。1周にマーク1号艇の北山、そして3号艇の黒野が2番手で回って、これは2番手の位置をキープ、後方3番タラスになっています。4号艇の勝山対アウトコース2号艇の牧山アキア、4番と2番地元勢2人の3番タラスです。1周1マーク1号艇の北山、2番手3号艇の黒野、そして3番手は4号艇をまくってきました。2号艇の牧山がここはまくり切って単独の3番手に出てきます。上位の体系1番3番2番となりました。4番手に6号艇の為本が浮上、4号艇の杉山ですが5番手に交代しました。最後方に5号艇の福本。2周2マーク1号艇北山、3号艇の黒野、3番手は2号艇の牧山とホーム側です。先頭から1、3、2、レースはこれから最終周回。インから速攻を仕切ってきました1号艇の北山康介、これがシリーズ待望の初1着となっていくそうです。今日はこの後第9レースに登場、そして3号艇の黒の3コースから握って回って2番手、3番タラスイからは2号艇の牧山、まくって制してきました。1、3、2です。この組み合わせ3連単のオッズ1、3、2は 7.5 倍を示しています。最終コーナー1号艇3号艇2号艇とホーム側に折り返し、第1レースまもなくゴールを迎えます。先頭1番ゴールイン、3番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン、4番ゴールイン、ラスト5番ゴールインです。第1レースの確定は1着1番、2着3番、3着2番以上でした。競争水面上、この時間もまだ風の方はほとんどありません。非常に穏やかな水面の中、2日目終盤戦に入ってきまして、10レースの予選特勝です。対戦メンバー1号艇東京北山康介、2号艇東京馬場剛、3号艇が群馬柴田光、4号艇東京加藤雅彦、5号艇三重野村康智、6号艇群馬石井貴之以上のメンバーです。どうやら枠番通りの進入です。インコースは1号艇北山康介が入ります。昨日の初日は2コースから差し切って1着を取っています。2コースは2号艇馬場剛です。馬場は昨日の初日は後半レース3着競り勝っています。3コースは3号艇柴田光が向かって、4コースは4号艇加藤雅彦、今日の前半レースは2着守り切りました。5コースは5号艇地元の野村康とも、野村昨日の初日はインから逃げて勝っています。3アウト6コースは6号艇石井貴之となりました。角1は4コース4号艇加藤がどうやら取り切って、枠なり進入で3対3と2つに分かれます。絶好枠1号艇北山康介人気の中心です。2号艇馬場剛が人気対抗格で、3連単1、2、3が4倍台とかなり人気が集まっています。スタートまではまもなく残りは10秒。第10レース予選特勝です。進入コースは内側から1番、2番、3番ダッシュが4番、5番、6番です。
スタートしました。スロー勢好スタート、中でも2号艇馬場がトップスタート、1マーク逃げる1号艇北山、2号艇馬場が切り込んでくる、3号艇柴田がまくっていって、間から5号艇野村、内から4号艇加藤続く、刺してくる2号艇馬場が逃げる1号艇北山捉えるか、内枠両者が並走、3番手4号艇加藤が内側から上がってくる、相当から5号艇野村、あるいは3号艇柴田、スタートは正常です。2マーク2号艇馬場が先制、2番手4号艇加藤回しから切り込んでくる1号艇北山、若干2号艇馬場の流れました、今度は内を救った1号艇北山、間から4号艇加藤、相当は2号艇馬場、3艇が横一線突破争いです。2周1マーク左右から1号艇北山が先制する、4号艇加藤が懐を切り込んで握っていった2号艇馬場流れました、先頭は逆転1号艇北山康介、2番手4号艇加藤、3番手2号艇馬場が続く、上位ターゲは1番4番2番2、3番手定間一定身から一定身半差、ラニターマークです。1号艇北山が先頭、2番手4号艇加藤が旋回も握り込んでくる2号艇馬場、しかしながら内側からしのぐ4号艇加藤、2番手4号艇加藤が現在2艇手半リード、3番手2号艇馬場が追走、この内側から4番手3号艇柴田、最終周回です。3周1マーク2番手争いは若干切り返す2号艇馬場も包んでかわしていくのは4号艇加藤、2番手4号艇加藤が現在2艇車リード、内側から3番手食い下がって2号艇馬場が続きます。3連単14ふたは 22.7 倍、1ふた4に変わると 8.1 倍です。最終ターンマーカー1号艇北間康介が先頭、2番手4号艇加藤先まった、最後ところ飛び込んでくる2号艇馬場は3番手14ふたで合流、先頭1番北山が5輪、2番手4番加藤5輪、3番手2番馬場5輪、3番柴田5番野村、ラストは6番石井が5輪です。最終レースの確定は1着1番、2着4番、3着2番でございました。プライドラウンド第5戦3支部ガチ対決シリーズ in2 開催5日目後半カードに入ってきました。迎えますカードは7レース一般競争です。対戦メンバー1号艇東京北山康介、2号艇東京奥平拓也、3号艇三重岡雄心、4号艇群馬生間飛雄、5号艇群馬生方誠也、6号艇東京住谷健吾、以上のメンバーです。インコースは1号艇北山康介が向かっています。今日は後半11レース準優勝戦控えています。2コースは2号艇奥平拓也が向かって、3コースは3号艇地元の岡雄心、岡も今日は後半レースは11レース準優勝戦です。そして4コースは6号艇住谷健吾、予選ラストの不良候補が響いて惜しくも予選クリアなりませんでした。5コースは4号艇生間飛雄が向かっています。サインアウト6コースは5号艇生方誠也です。カド1は本番でも5コース4号艇生間がどうやら取り切って、本番でもスロー4艇は1、2、3、6ダッシュ2艇は4号と2つに分かれました。絶好枠1号艇北山康介人気の中心です。人気の相手としては3号艇岡雄心、そして6号艇住谷健吾に票が集まっています。大時計は12秒進回転始まっています。7レース一般競争スタート10秒前です。進入は内側から1番2番3番6番ダッシュは4番5番です。スタートしました。3コース3号艇岡がトップスタート、2コース2号艇奥平もスタートを決めて、3コースまくるか、3号艇岡雄志がねじ伏せる、切り込んだら6号艇住谷ちょっと行き場ない、間を狙った5号艇生方、陰線1号艇北間が続く、まくった3号艇岡が先頭、2番手は間をすくった5号艇生方、内から6号艇住谷が迫ってくる、あとは1号艇北間4番手、5番手は2号艇奥平、スタートは正常です。2マーク3号艇岡クリア、2番手は5号艇生方先丸が切り込んだ6号艇住谷です。内をつく6号艇住谷、外は5号艇生方、現在2番手外5号艇生方わずかに前も、内側から6号艇住谷が食い下がって2番手は先戦です。
2周1マーク2番手の次は内6号艇住谷が先決まっていった、握ったんですが閉鎖球いて流れた5号艇生方、内をつく1号艇北間、あるいは左右から2号艇奥平、2番手6号艇住谷、3番手の次今度は内側から2号艇奥平、外は1号艇北間が並走です。2周ダウンターマークは3号艇岡、6号艇住谷がクリア、3番手の次は内側から5号艇生方が先決まるが、差し返すのは2号艇奥平、左右は1号艇北間が続きます。3番手の次は内側から1号艇北間、間から2号艇奥平、外は5号艇生方の争い、最終周回です。3周1マーク3番手の次は切り返して5号艇生方が内側から先丸、1号艇北間が差し返した、最内は2号艇奥平が続く、3番手は1号艇北間康介が現在1停止半から2停止リード、4番手は5号艇生方が続きます。ラストターンマークはトップスタートまくった3号艇岡雄心が先頭、最終ターンマークリア、2番手6号艇住谷健吾が旋回、3番手1号艇北間康介が回る、3番6番1番の順、3連単は 16.7 倍、先頭3番岡五輪、2番手は6番住谷五輪、3番手で1番北山五輪、5番生方、2番奥平、ラストは4番生間が五輪です。第7レースの確定は1着3番、2着6番、3着1番でございました。コンディション面はさほど大きな変化は見られません。2日目の水面上です。初日とは打って変わって陰優勢の流れが続いている序盤戦です。戦いは3レースプライド予選に移ります。定段からは早くも6番の吉田亜美がやや距離を置いています。後の5人も目立った動きはなく枠なりでスタートまで1分を切りました。同い年の2人が 1,2 コースに並びます。北山コース、ケイチコース、そして地元集団石川亮が2コースへとゆっくり船を向けていきます。北山昨日は初日後半で白星、2コース2番石川亮昨日1走2着で迎えます。3コース3番ベテラン渡辺哲也、内枠3人は昨日いずれもトップスタート、スタート力では定評があります。こちらもスタートという面では安定したタイミングでした。角一4番松村光太、昨日前半陰線2着、初日は中間着2本の滑り出し、馬吉常5コース、初勝利かけての戦い6番吉田亜美6コース、3対3です。インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。内よりやや目立ったのは2コースから2番の石川亮、差がなく1番北山も続きます。逃げる1周1マーク1番の北山、2番石川亮迫りますが、差しがじわりじわりと1番北山に接近、しかしここは1番北山抑え込みます。スタートは前提正常でした。1番北山先頭、2番石川が2番手、その後ろ3番手3番渡辺が2番手めがけて内側1周2マーク合わせに行きますが、攻めは空振りです。その後ろ逆に4番手から4番松村光太、さらには真ん中から5番の馬も気を伺いますが、時計前では3番手わずかに3番渡辺優勢です。レースは2周1マーク、焦点は3番手争い、4番松村潜り込んできて3番渡辺やや合わされた格好、その後ろからチャンスを伺う5番の馬吉常、3番手争いは今度は4番松村光太がわずかに前に出ます。それでも内側からへさきを引っ掛けようとするのは5番の馬、さらには3番渡辺も上がって三つどもえ、2周2マーク3番手後ろの2人を抑え込んで回る4番の松村光太、さらにそのアドバンテージが広がっていきます。3番手4番松村、3番渡辺、4番手5番馬、5番手で最後の1マークへと向かいます。
独走一人旅、最後の1枠1番北山トップでクリア、2番石川2番手、3番手変わらず4番の松村浩太、1番2番4番の上位体系です。2連単1蓋の組み合わせ 2.9 倍、3連単1番2番4番の組み合わせ6倍ちょうど、ひまたぎで連勝1番北山、その後ろ2番手2番の石川とラストターンマークをクリア、3番手4番松村浩太で間もなくゴール、先頭1番北山ゴールイン、2番石川ゴールイン、4番松村ゴールイン、3番5番の順でゴールイン、ラスト6番吉田ゴールイン。第3レースの確定は1着1番北山康介、2着2番石川亮、3着4番松村浩太、以上でございます。スタート展示同様、まずはバックストレッチ側の6人は1、2、3、6、5、4という並び、あとはどのようなスタイルとなるか、残る予選はあと2つです。相変わらず 5.50 のボーダーのまま迎えた11レースのスナッチ特賞です。ひとまず内枠勢は定番主張の構えでスタートまでは1分を切りました。前半2着の1番北山康介、ポイント面では余裕があります。あとはどこまで上積みになりますか。現状 7.17 という得点状況。地元柳井、2番高岡龍也、2コース勝つしかありません。勝って 5.67 ボーダーを超えます。昨日からの連勝を3に伸ばした3コース3番藤原夏樹、まだ船を横に流している状態です。勝てば 7.86 という藤原、現状は 7.50 というポイント状況。内枠3人定番通り、本番船引いて4コースかの6番の松村浩太、7点ちょうどという現状。ポイント面こちらも余裕あり、5コース5番藤川俊文、3着で 5.67 大敗禁物、6コース4番マトリ翔太で本番3対3です。インコースから1番2番3番6番5番4番です。スタートしました。3コースからトップスタートは3番の藤原夏樹、いいスタート。2コース2番高岡へこんで、1番北山壁薄いところ、先には回りますが沈着にまくり差しに切り替える3番の藤原夏樹。東京勢2人の首位争いです。スタートは前提正常でした。1番北山の内側から3番藤原完全に捕まえました。3番手争い、5番藤川、懐から6番の松村です。レースは1周にマーク、ここで決着をつけた3番藤原、力強く抜き出していきます。3番手6番の松村浩太、後続との差がどんどん広がっていって3番1番6番の体系。レースは2周目に入っています。先頭3番藤原夏樹から2周1マークを迎えます。2番手1番の北山、変わらず3番手6番の松村浩太、3番1番6番と上位陣の顔ぶれに変わりはありません。その後ろ2番の高岡と5番の藤原で4番、5番の藤川で4番手争い、最後方が4番のマトリ翔太。2周2マーク、上位の3艇隊列は変わりありません。3番藤原先頭、1番北山2番手、6番松村3番手、最後の1マークへと向かっていきます。冷静沈着な判断が光りました。1周1マーク、先頭は3番の藤原夏樹、2番手1番の北山康介、6番松村浩太3番手、
2連単3、1の組み合わせ 11.8 倍、3連単3番、1番、6番の組み合わせ 19.1 倍のオッズ。昨日からの連勝が4に伸びます。ラストターンマーク3番藤原トップで戻ってきました。 7.86 で予選を終えそう。1番北山、2番手6番松村、3番手いずれも勝負がけ成功。先頭3番藤原ゴールイン、1番北山ゴールイン、6番松村ゴールイン、2番5番4番の順でゴールイン。第11レースの確定は1着3番藤原夏樹、2着1番北山康介、3着6番松村光太。以上でございます。勢いを持ってピット離れ飛び出していったのは5番の松村光太。外枠はどうやらコースの入れ替わりがありそうです。1、2、3、そして5、4、6と並んでいます。少し雨足が強まってきたでしょうか。最終日の水面上本降りの雨です。戦いは3レースのモーニング一般戦、スタートまでは1分を切りました。内枠勢はひとまずゆったりと定番通りのコース取りとなりそうです。昨日の準優メンバー1コース1番の北山康介、2日目の陰線は白星、4日目の陰線は2着、ここまで陰線は2走2連帯という成績です。2コース2番坪内実、そして3番藤川と趣味3コース、昨日はピット離れ飛び出してインダッシュというシーンもありました。スロースイキは定番通り、ピット離れ飛び出して4コース角ゲット5番の松村光太、昨日の準優その4角戦は3着惜敗でした。4番飯島誠本番5コース、そして6コース6番の生田はみね、若干並び変わっての3対3です。進入体系インコースから1番2番3番5番4番6番スタートしました。内読み2人高ダッシュ1、2コース、やや目立ったのは2コースから2番の坪内、ダッシュ勢では4番は飯島好発進、それでも1周1枠逃げる1番の北山康介、難なくあっさりとここも攻めを封じての速攻が決まります。スタートは前提正常でした。興味は早くも2番手争い、内側から5番の松村、真ん中2番の坪内、3番藤川、背後から4番飯島も気を伺います。1周2マーク2番手外を2番の坪内、真ん中でこらえる5番の松村光太の姿、松村と2番の坪内2人の2番手争い、時計前では手先は引っかかっている5番の松村光太、2番坪内も懸命の抵抗応戦です。2周1マーク2人が並んで外2番の坪内、いやいやここでは大回りになったか、内側でこらえて5番の松村光太、まだ2人手を並べての2番手争いが続きます。決着つかない状況続いて2周2マークへと向かいます。内側から今度は先に回る体勢、5番の松村に対して2番坪内ですが、ここは少し攻め不発、2周2マークを回って直線コースに戻ってきたところで5番の松村のアドバンテージが一気に広がります。2番の坪内3番手で最終周回、最後の1マークへと向かいます。1番北山は一人旅、最後の1マーク2番手5番の松村光太、2番坪内実、3番手変わりはありません。1番5番2番の体型です。2連単1号の組み合わせ 2.8 倍、3連単1番5番2番の組み合わせ 7.8 倍のオッズ。
1番北山康介先頭でラストターンマーククリア、5番松村2番手、その後ろ最後は2番の坪内3番手、3番藤川4番手まで、先頭1番北山ゴールイン、5番松村ゴールイン、2番3番の順でゴールイン、4番飯島ゴールイン、6番生田ゴールイン。第3レースの確定は1着1番北山康介、2着5番松村光太、3着2番坪内実、以上でございます。